エレンの硬質化能力により洞窟の崩落から逃れた一行は礼拝堂の外でハンジやアルミ、エルヴィンたちと合流した。つまりエレンの中にある巨人の力、仮に始祖の巨人の力としようか。これはレイス家の血を引く者が持たないと進化を発揮できない。しかしレイス家の人間がこの力を得ても初代王の思想に支配されて人類は解放されない。俺をあの巨人に食わせればロッド・レイスは人間に戻る。あとは初代王の洗脳さえ解ければ道も見えてくるはずです。始祖の巨人の力については未知な部分が多すぎます。ロッド・レイスの洗脳を解ける確証もありません。むしろ彼らから始祖の巨人の力を取り上げている今こそ千載一遇のチャンスなんです。エレンのお父さんはきっと初代王から人類を救おうとした。姉さんから力を奪いレイス家の子供たちを殺害したのもそれだけの選択を課せられたから。レイス家の血がなくてもきっと人類を救う手はある。だからエレンに地下室の鍵を託した。私もそっちの選択に賛成だけど、いいのかい、ヒストリア。君のお父さんを殺すほかなくなる。エレン、私あの時巨人になってあなたを殺そうと本気で思った。人類のためなんて理由じゃなく、お父さんに嫌われたくなかったから。でも、もうお別れしないと。壁上に這い上がったロッドレイス巨人を撃ち、父と決別すべくヒストリアは戦いに身を投じる。あの巨人をオルブドクへ入れてはならん。壁上固定砲で何としても奴を仕留めよ。私も戦闘に参加したいんです、団長。どうか。君の考えは理解した。許可はできない。もっとも私のこの体では止められない。同じ部位を狙って集中砲火を浴びせる。指示した部位に向かって砲撃せよ。左腕を狙え。胴体を狙え。もう止まって。やりました、命中ですよ。でもこれじゃまだ足りないみたい。撃てれ。どう、砲撃は効いてるの？セミの小便よか効いてるようだ。くれないぞ。装填急げ。右腕を狙え。胴体だ、胴体を撃て。目標に当たったみたい。
聞いてるといいんだけど。絶対に壁の中には入れない。巨人の前進が止まらない。全く効いてないのか。撃てよし、うなじの肉を捕らえてる。次で仕留めるぞ。装填急げ。まずいな。風向きが変わった。遅かったか。サシャ、アルミ、二人で息を合わせて巨人の両手を同時に狙うんだ。了解です。私が合図を出しますから、アルミは合わせてください。今のままだと高温で近づくこともできない。アルミンとサシャに頑張ってもらうしか。行きますよ。突っ込め。いいぞ二人とも、もう一発食らわせてやれ。こいつ、図体の割に腕は細いもんな。攻め続けてればそのうち。今です。攻撃。効いてるぞアルミ、もう一押しだ。程度の爆発でも両手に同時に当たりさえすれば。今です。攻撃。アルミ、サシャの合図をよく聞いて射出するんだぞ。倒れねえか。急げ、壁が持たねえぞ。今です。攻撃。やったか。よし、体勢が崩れた。エレン！勝利！立体機動でとどめを刺せ！これほどの巨体で、本体は縦1メートル、幅10センチの大きさしかない。本体は飛散した肉片のいずれかにある。肉片を攻撃して
本体にとどめを刺せ。私の果たすべき使命、自分の運命に決着をつける。こんなに多いと見つかる気がしねえぞ。どこ、早く殺さないと。とにかく切って切って切りまくるしかねえ。違う、本体はどこなの。数が多い、絶対に見つけなくちゃ。肉片を攻撃せよ。見つけられなかった、作戦は失敗だ。果たすべき使命、自分の運命に決着をつける。こんなに多いと見つかる気がしねえぞ。どこ、早く殺さないと。とにかく切って切って切りまくるしかねえ。違う、舞台はどこなの。数が多い、でも絶対に見つけなくちゃ。お父さん、誰だ。ヒストリア団長、わがままを言って申し訳ありません。でも私、これが初めてなんです。親に逆らったの、私が始めた親子喧嘩なんです。私はヒストリア・レイス、この壁の真の王です。